レーターより 9S。 はい、こちら 9S。 司令官から 2B9S 両名へのメッセージがあります。再生します。地上に向かっているヨルハ部隊の数機が連絡を絶った。現在もブラックボックス信号が確認されていることから、死亡はしていないと推定される。信号の発信されているポイントを絞り込んだので、地上に滞在中のヨルハ部隊員には本件の調査を命ずる。以上で通信を終了します。そういえばレジスタンスキャンプでも同じような話を聞いた。目標地点の情報をセットしました。他のアンドロイドの人たちが心配ですね。早めに行った方がいい気がします。地上からのルートは封鎖されているみたいですね。地下から行けないか調べてみましょう。ねえ 2B、 砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに僕らアンドロイドは創造主たる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからない。こちら随行支援ユニットボント042、操作主権は 2B にセットされている。こちら随行支援ユニットボント153、操作主権は 9S にセットされている。要請、戦闘データの交換。承認。提案、効率化のために諸データの交換を随時行うこと。承認。効率化のために諸データの交換を随時行う。以上。
械は見つけました。それを機械は宝物と呼んでいました。宝物の形はみんな違いました。宝物の形はみんな違いました。何こいつら。楽しいね。これはなんていうか異様な雰囲気ですね。喜びを分かち合おう。通路はどこに繋がっているんだろう。レジスタンスの反応はあの建物の方向から発信されています。ここから先に進むには進めるルートがないか調べてみましょう。そうした機械生命体、見逃すと後でまずいことになりそうです。倒しておきましょう。何これ。怪盗、人類が建造した遊具、レール上を高速で移動しスリルを体感するもの、絶叫マシンとも呼ばれていた。人間って変な生き物なんだな。
2B。 何？僕のことをよく知る親しい人は僕のことをナインズって呼ぶんですけど。そう。そろそろ 2B もどうですか？何？だからナインズって呼んでくれていいんですよ。まだいい。そうですか。こんな形の機械生命体、記録にありません。敵からのハッキングです。電脳内でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。トゥビアンドロイドの死体アンドロイドの死体を再利用して攻撃してきてる。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。援護してください。了解。警告、敵のジガデータによる砲撃。
速やかに破壊しないと記憶領域に重大なダメージを受けていた。
助けてくれてありがとう。あ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。ダメです、回路が全部焼き切れてます。敵のシステムによってかろうじて生き延びていただけみたいですね。そう、ねえ、トゥビー。何？あの機械生命体、なんだか不思議なことを言ってました。まるで感情が。機械生命体に意識なんかない。そう言ったのはあなたよ、ナインエス。そうですね。敵？私、敵じゃない。え？あなたたち、壊れた機械生命体を倒してくれた。機械生命体がこんなに言葉を使えるなんて。お礼する。私たちの村に来い。罠かもしれませんが、とりあえず情報収集のために行ってみましょうか。は見たことなかったんですね。あれは地上からバンカーや月面の人類基地に向けて資材を打ち上げているんです。宇宙空間では資材も燃料もありませんから。なるほど。どうして機械生命体やそれを作った宇宙人はバンカーを直接攻撃しないんだろう。元々宇宙から来てるはずなのに。その原因についてはいろんな議論がされているんですけど、結論は出てないんですよね。なあ兄ちゃん、なんで下着なんて面倒なものを履く必要があるんだ。記録によると人間は股間を隠して生きていたそうだ。股間を露出するのは問題のある行為とされていたらしい。黙って履いてろイブ。分かったよ。でもなんでこの植物を食わなくちゃいけないんだ。俺たち機械生命体はこんなの食わなくても動けるよ。これは果実の一種だ。何でも人はこれを食べることで知性を得ることができたらしい。ガタガタ言わずに黙って食べろ。分かったよ。兄ちゃんが言うのなら食べるよ。でもこれが終わったら一緒に遊んでくれる？ああじゃあ頑張って食べるよ。全員が白旗。戦う意志がないってことでしょうか。まず最初に聞いていただきたいことがあります。私たちはあなたの敵ではありません。トゥビー、機械生命体の言うことなんて信じちゃダメです。確かにあなたたちにとって私たち
その箱を動かせば廃墟都市に出られますね。オペレーター 210 より 9S 定期連絡を行います。本日は 9S に重要事項の連絡があります。何でしょう。整備部から 9S の飛行ユニットの扱いについて苦情が入りました。勝手に改造するのはやめてほしいとのことです。あ、いや、だって衛星からの情報に余計なデータがあって射撃補正が遅れるから仕方なく。反論があるなら自分で整備部に行って話すなり殴るなりして解決してください。以上。オペレーターさんって意外と乱暴なのかな。いかがでしょうか。勝手に通信してきた。私たちが平和を愛していることをご理解いただけましたか。口だけならいくらでも言える。機械には心がないんだから。そうかもしれません。でもこれからもよければこの村に来てください。音だろう。バンカーより 9S に緊急連絡。廃墟都市地帯に敵大型兵器の出現を確認。随伴する機械生命体反応が多数。全ヨルハ部隊に出撃命令が下りました。大型兵器 2B、 やっぱりこいつら僕らを罠にかけようとして。